光パパシーナ。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。ストックホルムの秋旅最終回は秋の街並みブラブラ散歩、劇場デートで息子くんサプライズのプレゼント、美味しいフィーカはおしゃれなカフェで、そして久しぶりのクイズもありますよ。スーパーみつくんを用意してお待ちくださいね。動画の最後にはみつパパ感動して熱く語り出します。そちらもお見逃しなく。それでは行きましょう、ふたりパパのストックホルムの秋旅最終回、息子くん秘密のプレゼント。飛行機に乗りジャケットを忘れ、アメリカ大使館でのトラブルを乗り越え、科学館でいっぱい楽しい時間を過ごしてきた二人パパと息子くんのストックホルムの秋旅。最終日のこの日はホテルをチェックアウトし、大きな荷物はロビーで預けると、3人は街をブラブラすることにしました。今日は子ども向け劇場へと向かうのです。Men en sak kan man vara säker på, att hundarna gillar att kissa på dem. Då ska man inte ha och krama dem för mycket. Då äter de här lejonen upp dem här. Då får du en massa hundkiss på dig där i magen. 土曜日の午後、この数日前に新型コロナに関する規制が一部緩和されたこともあり、街は多くの人でにぎわっていました。まあ他の国に比べてもともとスウェーデンは規制が緩かったんですけどね。すごい並んでるね、いろんなとこ。あ、これもでも手当てるだね。寿司屋多いね、本当に。なんかちょっとこの坂っぽい感じがちょっと空いてる竹下通りみたい。あ、そんなことないか。まだやんの？まだやんの？4日間の滞在中、天気予報はいつも大雨だったはずなのに、結局一度も降られることなく、この日は美しい秋の空。劇場に向かう途中にあった小高い丘の公園を通ってみようと思います。くねくねベーガン行くじゃ。でもあのスバスイートいい。いい？オッケー。ヘイヘイイエン。こちらは偶然通りかかったんですが、丘のてっぺんにあるこの建物、18世紀に建てられたものだそうですが、さてここで問題です。この建物、現在は博物館として使われていますが、もともとは違う用途で使われていました。その目的とは一体何でしょうか。3択でお答えください。1. 灯台。昔この丘のふもとは海だったので、近くを航海する船の道しるべになった。 2. 天文台。丘の上は見晴らしがいいので、空や天気の観測に適していた。 3. 王様の御用邸。時の君主アドルフ・フレデリック王の別邸として町を見下ろす丘に建てられた。さてどれが正解でしょうか。
おい、何見つけた？栗。でもこれ栗じゃないね。ということで、この栗のようなものがクイズの正解のヒントではなく、全く関係ありません。この建物の名前をリカパッパに答えてもらいましょう。ではリカパッパ、どうぞ。Stockholms gamla observatorium。ということで、正解は2番、天文台でした。建築家カール・ホーレマンによって設計された天文台の建設は1748年に始まり、1753年に完成。この18世紀の天文台は2001年まで運用されていましたが、現在は博物館になっているとのことです。この日は時間がなく中に入ることができませんでしたが、次回はぜひ中も覗いてみたいなと思うような建物でした。ねえ、なんでそんな虫眼鏡持ってんの？なんで？それ持っていくの？OK。 それだけにしてね。なんで？もうねねね、持って行っても何もできないから。虫がいっぱい出てくるよ。えいよ。そういうの本当に。マスケン、ちっちゃいマスケンがいっぱい出てくる。と、なかなか前に進まない家族散歩。ねえねえ、皆さんちょっとそろそろ急ぎましょう。シアター始まっちゃう。シアター。ルレオの自然もいいけれど、ミツパッパはこういうシティパークも大好き。寒すぎない爽やかな秋風はお散歩にぴったりでした。そして図書館の目の前にあったのがこちらの劇場。もうたくさんの家族連れが並んでいます。やってきたのはこちら、テアトルヴァルケツヴェア。知り合いのお父上が役者さんで、ちょうど今日が子供向け作品のプレミアに出演されるということで、チケットを用意してもらいました。その知り合いというのがこちら。へいへい、今日はありがとうね。この前日も一緒に科学館にプレイデートに行ったリラダーグの家族。ハンネスのお父上はこの舞台の音楽も作り、出演もされるということ。コピトも来た。そして開演を待っていると、息子くんが何かを取り出しました。なんかプレゼントだったんだよね。名前だけ自分で書いたね。そしてその箱はパティシエ愛さんからもらった。なんかちょっとケーキっぽいでしょ。ごめん、ちょっとクランブルが入ってる。開けれるかな、ちょっと難しいかな。ミツパッパ、そんなものを用意してるなんて知らなかったのでびっくり。レシートももらった。
よくわかんない。それもいいの？それももらえる。彼の中でいいものだったらしいよ。そうだね。何このちょっと小さな恋のメロディーみたいな感じで。ルルルってなんか可愛いんだけどこれ。何が？あ、持ってってもらった。ありがとうね。そんなふたせのトルッパもらったとホテルからでも僕一個食べた。だから一個スパーラしてた。一個スパーラしたね。一個スパーラしてくれたの？ありがとう。そしてお芝居が始まりました。お芝居はスウェーデンでは有名なマンマもビッケルコイヤというお話。息子くんはお芝居の間中なぜかずっと役者さんのセリフをブツブツ復習をしてました。お芝居が終わるとこの日はプレミアだったということでドリンクとスナックが振る舞われ歓談の時間となりました。優しい。あ、ありがとう。おいしい？それサフトじゃない。本当？それサフト？本当？見に来ていた子どもたちは初対面にもかかわらずすぐに打ち解け劇場内で元気よく走り回っています。ハンネスも子どもの頃からこうやってこの劇場で遊んでいたらしいですよ。そしてその後はリラダグファミリーと近くのカフェへフィーカをしに行くことに。そして到着したのがこちらのコンディトリー。上品な金色を基調としたインテリアが素敵なお店です。エプレオカネすごいね、ファルファルいたね、そこに。甘いものにも目移りしてしまったのですが、ランチが軽めだったせいもあり、2人パパは軽食をオーダー。エカパッパは小エビのサラダで、ミツパッパはオムレツ。結局この後ケーキも食べたんですけどね。別れの時、ハネスがホテルまで送ってくれることになりました。子供たちは涙涙のお別れというわけでもなく、ヘイドヘイドヘイドタツミッケメッセージダルヘイドヘイドヘイドハイハイドゥニラリスンスナスタムナタネヨメハンキラスタムナナホント来月は無理かもしれませんが、いつかルレオに来てもらうことを楽しみにしています。
そしてホテルで預けた荷物をピックアップし、電車で空港に向かいます。その空港で待ち受けていた飛行機、帰りの飛行機はちょっと小さめのようです。こうやって乗るの初めてじゃない？もしかして。ちっちゃい飛行機だね。ドアが階段になってるね、あれね。あと見て見て、あそこにエンジンがついてるね。そしてタラップを上がると、バスみたい。そして飛行機は加速を続け無事離陸。帰りは行きの飛行機のように途中で止まることもなく、無事にルレオの空港に到着。ねえ、ミスパパ、ミスパパ。もういいから本当に。お疲れ。全4回にわたってお届けしたストックホルムの秋旅、お楽しみいただけましたか？旅は道連れ弱の酒とはよく言ったもので、旅をするときに道連れがいると心強く楽しいもの。今回の旅でもたくさん良いご縁をいただき、楽しい思いをたくさんさせてもらったなと感謝だらけの3泊4日の旅でした。未だコロナの影響であったり、また体が不自由で旅に出られないけれど、2人パパチャンネルを見て旅に出た気分を味わっていますとコメントをいただきました。YouTube というチューブを通して僕らが見る世界を少しでも皆さんにお届けできていれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。今日はうちハロウィンパーティーなので、ちょっとこういろいろ二人パパ